はい、公演依頼 .com 新聞土井です、今日は、ベリッシモ・フランチェスコさんに入っていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さん元気ですありがとうございます。まず簡単にご本人から、自己紹介の方をお願いできればと思います。はい、皆さんこんにちは。料理研究家のベリッシモ・フランチェスコと申します。日本に来て20年以上ね、人生の半分以上日本にいます。イタリアから参りました。私の本業ですけども、まあ、イタリア料理ね、紹介したり、そして和食の美味しい食材を使ったイタリアンを作ったり、まあ、その料理に関わるね、ことを、仕事いろいろさせていただいております。もう20年前ですかね、ちょうど。大変楽しい仕事です。皆さんに感謝です。最近のお仕事は講演も実際にされていらっしゃいますし、あと料理教室とかもやっていただいてると思うんですけど、講演を開始されたのはいつぐらいからになりますか？講演の活動はもうほぼ20年前からですね、実を言うと日本に来たのはまあ語学留学のためなんですね。その時は講演の大会があったんですね。スピーチコンテスト、学生の時に。そしてまあいろいろね、同級生に参加しろって言われてね、みんな参加したくなかったから、だから参加させていただいたんですね。その時、はい、優勝してしまったんですよそう、ちょうど。で、それはまあ20年前以上のことなんですけども、まあ、それきっかけにね、まあ、最初はいろんなところに講演させていただいたんですね。その料理の紹介とか、イタリアの文化の紹介。それで、少しずつそういう遊びでやってたことを仕事につながってきた。そして今になるんですね。そうなんですか。最初はもう本当に遊びなんですよ。その講演、スピーチコンテストは日本人以外の方が出られるんですか？日本語による外国人スピーチコンテストっていうね、名前だったので、はい、その外国人が日本に来て、まあ、日本語でスピーチをするっていうね、コンテストだったんですよ。まあ、いっぱいありますよ、はい、そういうコンテスト、ありがとうございます。だから優勝したこともその大したことじゃないんですよ。いっぱいあるんですけども、まあ、やっぱりそれきっかけでね、今の仕事つながってるっていうことは大変嬉しい、ね。素晴らしいです。そこから20年ぐらいも講演もやっていただいてるということなんですが、講演今オンライン講演とかも増えてきてはいるんですけども、そういったところ、こういった時にですね、皆さんにお伝えしたい、ベリッシモさんが今お伝えしたい講演ってどういう講演になりますか？じゃあまあ今のこういうまあ特別な時期なんですけども、まあ、逆に言えば大変な大きいチャンスなんですね。私たちまあ2年前の考えに比べるとですね、まあ、こうネットが少しずつ浸透していくと、まあ、いつかみんなネット上になる、仕事がネット上になっていくっていう考えだったじゃないですか。で、まあ、このコロナの影響でですね、突然こう、変えなければならない、ね、システムを、ね、なんていう変化せざるを得ないんですね。例えば今までイベントとか公演、実際その場所に行ってさせていただいてたんですけども、まあ、こういうコロナの影響でですね、まあ、イベント自体ができないと、公演はもう読んでいただけない。そうなるともうネットでするしかない。だからこのネット化がすごく早くなってきたんですね。この変化が、まあ、突然ではないけどすごく、早く現れてきたんですね。そしてやっぱりこういう変化についていかないと、やっぱりこれからもねやっていけないんですよ、みんなが。ということで僕も去年から、まあ、ネット上で、まあ、イベントとか講演させていただいてるんですね。で、これはチャンスなんですよ。なぜかというと、一回リセット全部されたんですよ。リセット。だいま講演ね、実際その会場に行って楽しいんだけど、まあそれは、
コンピューターの中、スマホの中で見たときに、その人は何が伝えることをね、できるのか。それはまたね、やり直しなんですね。例えばね、前、会場に行って、こうよくね、お客さんのところに、まあ、これまたね、近いうちにまたやりたいと思うんですけど、お客さんのところにこう声かけたりね、ちょっとふらったりするのが好きなんですよ。うんね、おばあちゃんとかね、いやー、かわいいですねとか、二十歳ですねというジョーク、いつもやってたんですけども、まあ、それができないんですね。ところが、ネット、このスクリーンの前でやることは、またね、大変ないろんなね、チャンス感じます。それの一つは、もう場所関係なくね、どこでも行けるんですね。もうずっと同じ場所にいて、今ですね、海外の方にも講演させていただいてるんですよ。あ、そうですか。そう。やっぱり海外の依頼もね、いいね。交通費かからねえからよ。それ海外の方は、うん、イタリアですか？イタリアじゃないでところですか？まあ、イタリアもそうだけど、今度ね、プラハでやるんですね。チェコですか？チェコの方とかね、はあ、あとまあまあアメリカとかね、まあそういうのあるんですけども、それの交通費かからないから、ね、そこにいる、現地の方、現地の日本人ではないイタリア人とか、うん、海外の場合は、はい、まあ、これは話はちょっと変わりますけど、もともとそのルネッサンスとか古代ローマの領域を研究してるんですね。はい、うん、で、それの話、それの、その料理の紹介を、海外に結構紹介前からしてたんですよ。はい。そういう料理の歴史と文化を紹介する話が多いですね、うん、海外が。だから実際、このようなズームとか、Google Meet をやって、はい、皆さんに、ちょっとこう、料理のアドバイスとか、古代のローマのアドバイスとか、料理。うん、ごめんなさいね、日本語片言で。いやいや大丈夫です。そこが楽しく聞けるエベレストモさんのね雰囲気だと思いますけども、最近講演テーマとしては、うん、日本でお話しするにあたって講演テーマとしてはどういうテーマがありますか？いやいや、もう今こそ料理でしょ。うん、やっぱりね、皆さんが前みたいに、まあ、海外あんまり自由に行けなくなったんですね。はい、で、レストランも、まあ、時々こう自粛になったり、うん、あと、まあ、遠慮せざるを得ないよね、仕事によって、私もね、その、まあ、テレビ業界もちょっとやらせていただいているので、やっぱり、もっと夜ね、出かけて、もし見られたらね、何言われるのかわからないんですね。やっぱりビシッとしなきゃいけないっていう意識を持ってですね。うんうん、皆さんが頑張ってると思うんですね。で、それで、だから、あんまりレストラン前みたいに行かないと。うん、あんまりこう料理楽しめない。だから、今こそ家で料理を楽しむっていうことを僕、伝えたいですね。例えば会社の中でも、会社の社員様にの、向けに、自宅でできるこう簡単なこう料理だったりとか、そういったものもご依頼できるということですよね。そうですね。だから例えば会社終わって、前飲み会とか打ち上げとかそういうのよくあるじゃないですか。はい。今はそういうの数少ないので、やっぱり家帰って何ができる。例えば奥さんと、ディナーを楽しむ。だからその楽しみ方のポイントね。もうそれずっとそれで生活してんだ僕ずっと。話しました。だからそういうアドバイスさせていただいたり。あと今ね、オンライン飲み会もあるじゃないですか。はい。だからその飲み会の時に、じゃあ、どんな飲み物、どんな食べ物、何をして楽しめばいいのかとかね。まあちょっと今までこういう料理の仕事をさせていただいて、自分の経験をね、経験に基づいてこう話しさせていただいて、いろいろアドバイスとか、そういう役立つことを紹介したい。あともちろんイタリアの情報ですね。イタリアもね、このコロナでまあ大変なことになってるんですけども、またイタリアなりにこう対策とか人生の楽しみ方を考えてるんですね、皆さんが。だからそういうのもね、もっと日本の方々に伝えたいなと思います。料理を、このオンラインでやる際に、皆さんそれぞれのオンラインの、ご自宅から聞かれるっていうパターンが多いんですね。
そういった時に何かベリシモさんの講演を聞く時に何か準備をするものとかってあるんですか？愛情です。愛情ですか。はい、あれば。その必要に応じて、うん、こうテーマを考えたりね。うんうん、あと実際なんか体験したい場合は、まあ、もちろんその料理とか何かレシピ、うん、まあ、材料準備させていただく。でもね、やっぱり今までこのまあ1年ぐらいこのオンラインでやってるんですけども、それはなかなか難しくて、うんうん、やっぱりこう、まあ、例えば写真を見せながらですね、動画を見せながら話す、うんうん、まあ、そういう意味ですごく分かりやすいですね。うん、じゃあその講演を聞くことで明日からもこれからも使えるこの料理の知識だったりとか、そういう技術っていうのを教えていただけるっていうことですね。あとね、前はよく、まあ、美味しいレストランの選び方とか、うん、美味しいメニューの見方とか、うん、そういう話聞いてたんですけどね、うんうん、今こそね、うまいスーパーの買い物の仕方とかね、おー、聞きたいですね。スーパーのコツとかね、うん、スーパー行った時のコツなんだとかね、うん、いろいろあるんです。一つだけ言わせていただくとですね、はい、皆さんこれで読んでください。ポイントだから、スーパー行った時のポイントですね。はい、一つだけ言いますね。はい、今ね、前よりみんなスーパー行くじゃないですか。はい、やっぱりね、僕やってることなんですけども、スーパー入るときに、ね、出口から入るんですね。出口から、出口から入って、入口から、まあそれはできないスーパーだったら、まあ、一応その出口の商品から見てください、うん、そして入り口までのところに行って、そうすればですね、うん、本当に欲しいものを、ね、選ぶことができるんですね。要するにそのスーパーの中のものの置き方はですね、ちゃんと計算されてるんですね。いっぱい買い物させるためですね。うん、ところが出口から入るとそれがなくて、まあ、リセットされて自分が狙う商品買うことができるんですね。で、さらに買い物するっていうね、はい、出口から入っても、はい、いっぱい買うこともいいよね。でもね、試してみてください。面白いですね。やっぱりね、ちょっとこう価値観が変わるっていうか、また違う買い物の楽しみ方があるんですね。そう、今回の料理の、まあ、講演の内容なんですけども、まあ、コロナ終わってもずっと役立つことなんですね。それは私は強く信じてますし、だから今スーパーの買い物のコツとか、まあ、料理のコツとか、まあ、食事の楽しみ方コツ、これはね、このコロナのきっかけでですね、覚えていただければ、もうずっとずっと一生、楽しむことができるんですね。うん、それはね、まあ、料理の素晴らしいところ、私は関係なく、料理が素晴らしいですね。うんうんうん、だから皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。ご連絡をお待ち申し上げます。なので、講演ではこう、スーパーの知識だったりとか、まあ、料理にまつわるいろんなあの知識を、あの、まあ、ケースバイケースで、ご要望に応じて教えていただけると。いうことで、ベリシモさんの、あの講演も楽しんでいただけるかなと思うんですが、最後にベリシモさんの講演を考えていらっしゃる、方に向けて一言、後押しのコメントをいただければお、ねと思います。いや、まずベリシモのことを考えていただき感謝してます。はい、もうそれだけでね、大変嬉しく思います。はい、ただしあと一歩ですね。はい、あとそのマウスにクリックしていただければ、うん、ね、ペルソンの担当者にぜひご連絡ください。はい、もうお気軽に本当にね、はいはい、もうお金のこととか何も心配しなくていいですよ。もう何でも相談します。やっぱり大変な時期でございますから、はい、そんなあんまりね、まあ、この人だから高いでしょ、この人からだから安いでしょっていう考えより、とりあえず一回ね、お気軽に連絡いただければ、はい、まあ、何ができるのか、どういうふうにお客さん、楽しんでもらうのか一緒に考えてですね、させていただきたいと思います。はいはい、SNS
登録してください。はい。ベリシモさんの YouTube チャンネル、もうすぐ。インスタグラムも全部ね、はい、あのやってますから。そうですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ガオー。